こんにちは、ショーの男でございます。今回はシティポップスの代表格、アンリさんが1980年に発売したクールというアルバムについてお話をさせていただきたいと思います。平成生まれの方でしたら、アンリさんが活躍した80年代90年代のことをあまりご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけども、彼女は1978年にあの名曲オリビアを聴きながらでデビューしました。この曲は尾崎亜美さんが彼女のために書き下ろした曲です。しかし当時はね、あんまりヒットしなかったんですね。ただアンリさんこの曲本当に気に入ってて、ずっとですね、ことあるごとにこの曲を歌い続けていたんですね。そして世の中に浸透していきました。私の周りでカラオケ行くとですね、女性群はこれを必ず歌いますね。お前もオリビアかっていう感じでですね、アンリさんになりきって歌っております。まあ、曲をね、書かれた尾崎亜美さんも、ご自身でセルフカバーはしております。はい、ということですね、彼女、デビュー曲あまり売れなくて、そこから何年もですね、低迷が続くんですよね。で、5年ぐらい経ってやっと、思い切りアメリカンというですね、コマーシャルソングになったんですけど、こちらの方で、ヒットチャートに入ってきます。で、その後ですね、ヘブンビーチとか、あとビキニとかですね、夏を前面に押し出した彼女のスタイルを作っていくんですね。その中で大切な役割を果たす門松俊樹さんという方がね、プロデューサーに入ってきます。この方はまあご存知の方多いと思うんですけども、まあご自身でね、シンガーソングライターとして待たされておりますけども、プロデューサーともしても活躍しております。で、アンリさんとですね、ラジオの対談でゲストとしてね、アンリさんの番組に来られてから、まあ、お互い雲ということになったみたいでですね、アンリさんのビキニというアルバムでですね、当時のアナログは A 面 B 面で分かれてたので、 A 面のですね、曲を門松俊樹さんがプロデュースしております。で、その後タイムリーというですね、アンリさん最大のその時のヒットになったキャッツアイが入っているですね、アルバムの、プロデュースをします。そして最後にクールというアルバムをですね、プロデュースすることになります。この3つがですね、門松さんの、アンリのプロデュースアルバムなんですけども、このクールというアルバムがすごいんですよ。まあ、タイムリーもね、私も大好きで、一番最初のアンリさんの、曲を聴いたのは、アルバムを聴いたのはタイムリーだったんですね。それまではまあ、かっこいいなっていうイメージはあったんですけどね、キャッツアイとかで歌ってるの。夏全開のアルバムっていうのを初めて聞いたので、すごいびっくりしました。なんかアルバム自体のコンセプトがすごいんですよ。夏っていうのは。松任谷さんとかあったんですけど、サーフ&スノーっていうね、松任谷さんのアルバムがあるんだけど、そんな感じで、すごいコンセプトがあったんですよね。そのタイムリーというアルバムには。で、それを引き継ぐようにクールというアルバムが出たんで、まあそれを聞いたんですけど、まあこれが素晴らしいアルバムです。タイムリーはリゾートのアルバムなんですけども、クールはどちらかっていうと、夏のですね、都会的な部分もあるんですよね。そして、タイムリーのようにですね、こう、楽しいワクワクしたものだけではなくて、ちょっと影のある夏の部分も取り入れているアルバムです。で、全曲編曲が門松俊樹さんで、レコーディングも海外でやっています。それではですね、その、アルバムについてちょっとお話をさせていただきたいと思うんですけど、まずタイトルクールですね。COOOOOO が3つね、L なんですよ。通常クールっていうのはね、COOO2 つなんで、なぜ3つかっていうのは理由があるんですけど、私はその理由忘れました。昔ね、こういう理由でこうなったんだよっていうのね、誰かに聞いたんですけども、誰に聞いたかも覚えてないし、ネットで今調べても出てこないんですね。でもなんか理由があって O を一つ入れているんですよ。で、クールっていうのは涼しいっていう意味が元々の意味ですね。で、今はクールっていうのは、英語で使われるのはかっこいいという意味もあるし、あと good、 いいっていう意味で使われたりするんですね、単にね。で、この頃っていうのは、1980年前半っていうのは、かっこいいという意味で、使われ始めたぐらいの頃だったと思います、英語でね。で、その意味で撮ったのか、まあ、涼しい夏っていうのをイメージしたのか、ちょっとわからないんですけど、まあ、かっこいいアルバムであることは確かですね。はい。で、曲をちょっと見ていきましょうか。
はい、英語のタイトルになっているんで、そこの英語の解説もちょっと入れていけばなと思います。まず1曲目、Bring Me to the Dark Night って曲なんですけども、タイトルはですね、ダンスナイト。これがちょっとね、私、実はちょっと分かりにくくて、ダンシングナイトだったら分かるんです。あと、ダンスナイト。これ、ダンスナイトじゃなくて、くっついてダンスナイトになってるので、何かの名前かなと思うんですけど、そしたらザがつくのもちょっと変だなと思うんですけど、まあ、とりあえず踊れる場所に連れて行ってくれっていう意味だと思いますね。で、これね、私が、アンリさんの、ダンサブルな曲の中で一番好きな曲なんです。出だしからかっこいいですね。門松俊樹さんのあの、センスがすごいなと思います。もうね、で、アンリさんのね、ちょっと、なんていうかな、こう、痺れる感じの声。アンリさんの声って、本当にすごいいいですよね。はっきり言葉を言うので、一つ一つの単語がすごく伝わってきます。ノリで歌ってるだけじゃないから、で、そこでね、やっぱり、言葉の意味をはっきり伝えてくるので、なんか寂しい言葉とかですね、辛い言葉とかがクッと胸に入ってくるんですよね。だから、日本で数少ない、こう、影、女性の、強い女性の影を歌える歌、歌手。わかります？そういう、なんか、特徴を持ってる声なんですよね。で、これがですね、2曲目の Gone with the Sadness という曲と繋がります。ここもかっこいいですね。切れずにそのままですね、最後のイントロのところが Gone to the Sadness とこうくっついていくんですけども、Gone with the Sadness っていうのは、これはアンリさんが書かれている曲です。で、これタイトルの意味なんですけど、go じゃなくて gone なんで、去っていくっていう意味で、ここにいないっていう意味なんですね、gone っていうのは。with the sadness っていうのは、悲しみと共にっていう意味ですよ。です。これあの映画で風と共に去りぬってあるんですけど、あれ、gone with the wind ってなるんですよね。風と共に去りぬ。これをもじってアンリさんが書いたんじゃないかなと思います。結局、結構ね、センスのあるいい曲ですよね。で、この後に3曲目、シングルの気ままにリフレクションが入ってきます。シングルバージョンの方は、これはですね、作曲、この曲の作曲家である井上大輔さんが、アレンジしてるんですけども、このアルバムでは門松俊樹さんがアレンジし直しております。で、井上大輔さんのアレンジの方が私は、正直好きなんですね。なぜかというと、こう、バックボーカルのですね、ブレイクアウトっていう、ブレイクアウト、カウカウってこう、エコーがかかってくるんですけども、ここを歌ってるの多分シングルバージョンではイブなんですよね。で、このクールの中に入ってるのは多分そうじゃないし、ブレイクアウト、カウカウっていうそのエコーが入らないんですよ。だからなんかちょっと寂しいような気がしてね。まあ、門松俊樹さんのアレンジの方がダンサブルな感じなんですけども、まあ、シングルバージョンも、そっちもいいかなと私はすごい思います。そっちの方がいいかなっていうぐらいかな。でも、まあ、アルバムに入ってる、クールに合わせるんだったら、やっぱりこういう門松俊樹さんのね、ダンサブルな感じになるのかなと思います。はい。I can ever change your love for me って曲なんですけど、これはね、私がね、人生の中で聴いてきたバラードの中で1、2番に好きな曲です。タイトルなんですけど、I can't ever って普通 can never でできないっていう意味なんですけども、can't ever にして、同じ意味なんですけど、もうちょっと強調してるんですね。無理無理無理っていう感じですね。これ直訳すると私をの絵の愛、あなたの私への愛を変えることはできないっていう意味なんですけども、まあ意味を取ると、もうあなたの愛は冷めてしまっているので、私はもうどうしようもありませんっていうような曲なんですよね。で、強い女ですよね。さよならを言うけども、もうこれは、もうどうしようもないことだから、私はもう前へ進みますみたいなのを感じられる真の強さが、あのアンリさんの声から聞こえるんです。で、この曲はね、本当に門松俊樹さん天才だなと思うぐらいにこの曲は素晴らしいです。アレンジも含めて。で、そこにアンリさん、っていうかアンリさんの声ありきっていうぐらいのこの曲、すごいですね。これ他の人が歌ったらちょっと、
ダメかもしれない、私の中では。門松俊樹さんも歌ってるんですけど、まあ、ね、あの方も歌は上手いですけども、でもね、アンリスさんの声じゃないとこの歌は私はダメなんですよ。本当に素晴らしい、この曲はですね。はい。で、次がね、Silly City Girl っていう曲なんですけども、これ、Silly っていうのは、間抜けなとか、意味なんですけど、どちらかっていうと、クレバーな反対、賢くないっていう生き方がとかね、やり方があんまり、賢いとは言えないっていう意味が silly にあるんですけど、これ city っていうのはまあ、都市ってね、都会のとか意味ですよね。シティガールって都会の女の子。これ city っていうのをアメリカ発音すると silly、最初の silly とほぼ同じ発音なんです。silly, silly. ほぼ同じなんですね。だからこれは、韻を踏ましてる silly, silly girl ってね、歌です。で、歌詞も、1回目は silly girl で、2回目は silly, l の方になってますよね。こう、かけてる感じですね。はい。私、歌としては、まあまあっていう感じですね。私にとってこの曲はね。で、モーニングハイウェイに入っていきます。この曲はちょっとこのアルバムの中でテイストが違うのかなーって思います。これはですね、門松俊樹さんでも兄でもない方が書かれていまして、岩崎裕穂さんという方なのかな。ちょっとあんまり存じてないんですけども、曲自体は素晴らしい曲です。だからこの曲が一番このアルバムでいいっていう人もいるんですけども、私的にはちょっと曲はいいんですけどね、ちょっとこのアルバムの中にはちょっと違和感があるかなと思いますね。ただこの違和感がまあ、気分転換、こう門松テイストの気分転換にもなってる気もしますし、ちょっと違うかなと思ったりもするしっていうね、ただ曲自体は名曲ですね。ちょっと夏メロ歌謡曲っぽい感じもするんですけどね、まあ都会のね歌ですから、はい。で、次にですね、Surprise of Summer。これは、まあ、夏のね、驚きみたいな感じで、ちょっと、このアルバムの中で一番、まあ、ポップなワクワクする感じの曲でしょうかね。で、次に、Flashing Night っていうか、Flashing ですかね。Flashing の G を、アメリカ発音で消して Flashing Night にしてるんですけど、まあ、Flashing っていうのは、チカチカするとか、あと、まあ、光を放つとかですね、まあ、そういうような、ギラキラするとか、そういう意味かな、今回は。ギラギラする夜っていう意味なんですけど、これはね、非常にダンサブルで、門松さんテイストが出てるいい曲ですよね。特にサビの終わりの時のね、I'm in a flash night, baby. こう歌いにくいね。I'm in a flash night, baby. こうカラオケであるんですけどね、歌いにくいんですよね、これ。Flashing night って言うとね、歌えないんですよ。Flat night って言わないといけないですね。I'm in a flash night, baby. 歌えないや。まあいい。で、次。Mercury Lamp。これはこのアルバムの中でも、素晴らしい曲の中の一つですね。で、作曲家がこれはね、なんていうかな、この人いるかな、上竹君和さんという方で、この、ちょっと存じなかったので、ちょっとウィキペディアで見たんですけど、歌う放送作家ってちょっとよくわからない方なんですけども、これもね、アンリさんを代表する曲の一つですよね。詞もね、すごいいいし、アンリさん後にまたね、カバーしてますけども、すごいいい曲です。次は His My Music っていう曲ですね。彼は私の音楽ですっていう、まあ、直訳するとそうなるんですけど、これアンリさんの作詞作曲です。アンリさんですね、この頃は自分で曲をですね、書いてたのが一つのアルバムで、だいたい2、3曲ぐらいだったと思います。で、すごくね、センスがあるなと思ってたんですよ。他人に頼まなくてもいいんじゃないかなと思うぐらい。まあ、このアルバムね、門松さんのテイストが出ていいんですけど、すごいなと思ってたんです。で、曲もそうなんですけど、詞がね、すごい、センスがいいんですよね。歌謡曲っぽくなくって、大人な感じで、ただ、ちょっと派手じゃない感じがあって、シングル向きではないのかなと思ってたんですけども、私はすごい好きなんですよ、アンリさんが書いた曲。前のアルバムとかでもね、ずっとこう、アフェクションとか、ヘブンビーチとか、前々のアルバムあるんですけど、どれもすっごい名曲なんですよ。後々アンリさんは自分で全部曲を書かれるようになってくるんですけど、そうすると詩がね、ちょっと私ね、
アンリさんじゃない方が書くことが多いんですけど、ちょっと歌謡曲っぽい詩になるかな。アレンジもちょっと派手、無駄に派手っぽい感じがね、その時のアンリさんが好きな人が聞いてちょっと怒るかもしれないけど、私的には、門松さんとのコンビがやっぱ一番なのでね。うん。で、この His My Music もそうなんですけど、門松さんのテイストにぴったしの作詞作曲なんですよね。アンリさんのすごいなと思いますよね。でその後のマウイ。このマウイ、ね、これはマウイ島のことですね。ハワイのね。これも本当に、癒しの感じで、うまくこのアルバムの最後にね、まとめてるアンリさんのね、グッドテイストが出てるところですよね。はい。はい。ということで今日はアンリさんのクールを紹介させていただきました。まだまだアンリさんのね、曲やアルバム好きなのいっぱいありますので、動画に上げていければなと思います。はい。今日の動画楽しかったなと思われる方、いいねお願いします。チャンネル登録もよろしく。はい。それでは、昭和の男でした。また。